はい、こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。お名前をお伺いしてもいいですか？すずです。言わずと知れた、通称すーちゃんということで、マヨ隊の創設期を支えてくれたメンバーの一人なんですけども、はい、今日は売れ子インタビューということで、はい、いろいろお話聞かせていただければと思います。よろしくお願いします。今の店舗名とエリアを教えてください。はい、優しい M 星館五反田っていう店舗で、五反田です。ジャンルは M 星館のジャンルになります。M 星館っていうのが、まあ、そこまで聞き慣れてない人もいるかとは思うんだけど、はいはい、うちの場合だと派遣型の、M 星館になってまして、本当ね、いろんな M 星館のお店があるんですけど、うちの場合だとヘルスプレイ、キスフェラ、クイーンにスマタだったりとか、あとお客様から触られるっていう声を禁止してます。なので女の子が攻めるっていうことが中心のプレイ内容になってきます。そしたら、はい、これまでの経歴をちょっと簡単に伺いたいんですが、ちょっと長いんですけど、はい、新卒で1年間ぐらい会社勤めしていて、そこから転職して、私先に風俗の内勤スタッフやってるんですよ。そこから1年から1年半ぐらいかな、内勤スタッフやって、ちょっとプレイヤーがやってみたくなって、デリヘル、箱ヘル、オナクラで、オナクラから移籍して M 星館で、今だいたい M 星館で言うと、3から4年、業界歴トータルで言うと7年とか、そんなになんないかな。そんなスーさんなんですが、はい、まあ、今は、一旦引退をされている。そうなんです、引退しちゃって、はい、1年前ぐらいまでは現役で。そうですね、1年前まではバリバリ現役でやっておりました。うん、その時のなんかお店の売られ方とかはあったの？私 M 星館のお店は2店舗変えてまして、1店舗のお店の時は、もう自分で言うのめちゃくちゃおこがましいんですけど、美少女とか、すいませんね、すいませんあのアイドルとか、まあ、そういう感じ、清楚とか、なんか そっち側寄りですね。業界に入ったきっかけは、まあ、スタッフから、はい、っていうことだったと思うんだけど、はい、その時なんか怖さとか、プレイヤーとしてはちょっと怖いというか、まだ難しいかなって思ってたところがあって、でそれよりかも女の子のサポートをしたいとか、あとはすごい本当アホみたいな考えなんだけど、私英語を使う仕事をしてたんで、英語高収入で検索したんですよアホでしょ。そしたらバイリンガルスタッフを募集してて、でそれでじゃあここだったらいける、しかもなんかこういうね、困ってるんだろうなっていう、知らなかったからね、その時は困ってるんだろうなっていう女の子たちも支えられたら、これは面白そうな仕事なんじゃないかなと思ってスタッフに、ね、なりました。そこからスタッフとして働く中で、はい、ちょっとキャストの方もやってみようかな。そうです、女の子がね、やっぱすごいいい子ばっかだったんですよ。働いてる姿を見た時にすごい楽しそうに働いてるし、これ私もやってみたいなっていう、あとはもっと女の子への理解を深めたいっていうのがあったんですよね。やっぱ自分が経験したことがないから、あんまり具体的にアドバイスができなかったりとかして、これはちょっと経験がないとわからんなと思って、本当はダメなんですけど、風俗スタッフ時代にそれこそマリテンが前経営したお店 の女の子として3ヶ月ぐらい働いたのがスタートのきっかけです。最初はでもどうでした？思ったようにいかない部分とか、予想外のところとかありました？キャストになってみて。いや、それがやっぱスタッフやってるから流れは全部知ってるんで、裏から知ってるから、あ、こんな感じだろうなって思ったら、その通りだったっていう感じでしたね。じゃあ結構その計画通りというか。そうだね、ことが運んでいったということで、はい、そしたらちょっとご自身では誠に言いづらいとは思うんですけども過去の最高実績、はい、今はねもう引退をしているということだと思うんだけど、はい、売れっ子時代、はい、どれほど売れていたのかで、数字というか根拠というか、何か実績のようなものがあれば聞きたいんですけど、まず M 星館のお店に入店して1ヶ月でランキング、まあ、3位ぐらいに入って、その後2、3ヶ月で1位までになったんですね。で、M 星館の店って未経験の女の子で1位になるってまあないと、自分でねやってるんでよくわかるんですけど、まあそれは頑張ったのかなって思います。あとその間も、まあ、ちょっとね、いろんな別もね、それこそ YouTube の活動をしてた
時とかで、あ、出勤数も多いお店だったんで、出勤日数がねばらついちゃったりとかで、あの順位の変動はあったんですけど、1位2位は在籍中はずっとキープしてました。その後セルフプロデュース、今でいうリブランっていうお店に移ったんですけども、そこがお店は広告出さない、ただバッグがすごい高いよっていうお店なんですね。でそこで予約1ヶ月半待ちかな、で15日出勤で8時間ぐらい勤務して、それが本指名で全員埋まるっていうような状況でしたかね。それこそさっきちょっとお話にも出たように、はい、まあ、M 性感だとか、うん、それこそちょっとこうテクニックがいる業種っていうのは、うん、なかなか最初難しいってやっぱり言われている、うん、こう業界業種の中で早速こうランキングに入れたりすぐに1位になったりっていう秘訣あったのかしら。がむしゃら、意外と体育会系。それはどういう意味で、出勤日数とかも含めて。出勤日数、どちらかというと実は私そこまで長時間出勤して回すぞっていう感じのタイプではなくて、自分の生活リズムがあって、あ、絶対8時間以上は働かない、12時間とか死んじゃうみたいなタイプだったから、結構実はあのそこはそんなことないんだけど、あの技術面に関してはやっぱり別途講習に行ったりとか、あとはお客さんと接客終わった後に、あのこれができなかったじゃどうしようっていうのを自分であの調べて、で自分で考えて、でそれで次のお客さんに生かしていくだったりとか、あともう一つ大切にしたのは、やっぱり技術だけだったら MC だのお店で働かれてて、もう5年とか10年のベテランのお姉さまにはやっぱり自分は勝てない、あんまり勝てないっていう言い方は良くないかもしれないけど、勝てないから、だからその分私は前後の時間って結局 M 性感でもやっぱり癒されたくて、女の子と喋りたくてっていう人がいると思う。だからそこだけはデリヘルの時と同じように恋人のような雰囲気を作るっていうのを徹底してたんですよ。なんかこう攻め職っていうと、うん、そのデリヘルの時のなんかこう関わり方をまるっきり変えなきゃいけないと思う子が多そうな気もするけど、実はそのそこで習ったこと、勉強したこと、生きてきたっていうことが、うん、めちゃくちゃ会話ってすごい大切で、あとはそれで言うとやっぱ指名もすごく大切になってくるじゃないですか。だからそのまあ新規さんを取るためにどうやって見せていけばいいのかなっていうのをもう全部がむしゃらにやってました。自分が本当に M 成果始めてすぐぐらいの時は、多分お店のこと以外ほぼ考えてなかったんじゃないかなっていうぐらい本気がむしゃら根性みたいな部分は結構あるかもしれない。ちょっとその質問とはそれるんだけど、はい、そこでなんかがむしゃらに頑張れた理由は、実は私お金じゃなくてプライドがすごく高い人間なので、もともとねスポーツやってたりとかもするんで負けたくないとかっていう気持ちと、あとはやっぱスタッフやってたからさ、スタッフさんに認められたいって気持ちが人一倍強いのよ。自分がスタッフだったから、あ、この時こう自分がこうやって作業してる時ってこう思うなとか、成績いい子ってやっぱちょっと見方変わっちゃうなみたいなの知ってたから、気に入られたいじゃん、エコひいきされたいじゃん。意外と人間らしい返答が来てちょっとびっくりしました。そうなんだよ。だから別に、まあ、うちのお金も欲しかったよ。でもさ、ついてくる、お金はついてくるって、うん、うちのお母さんはずっと言ってんのね。ついてきてるかどうか分かんないけどね。でもそういう風に言ってくれてたから、まずは自分がこうできることをまあやろうっていうことが強かったかな、はい、なるほど。それでは次の質問なんですけど、はい、ちなみにこうプライベートでこの仕事に生かされていること何かありますか？私全然こう男性経験が多分あんまり多い方ではないんですよ。別に嫌いとかじゃなくて、ただ今までそこまでこう男女の関係になるっていうことをなんかいいのかなみたいな感じで なったことがそこまで数は多くなくて、ただ趣味が男性が好きなようなものが結構好きだったりとかするんですね。まあアニメとかは今思うんで女性の方もたくさん見てるけど、アニメで言ってもちょっと昔のアニメとかの話もできるし、あとはまあスポーツの話も結構できますし、あと実はそのなんかちょっと政治の話とかちょっと重めの話とか、男性が興味のあるようなこと、あとはちょっと女の子遊びだったりとか、あと掛け事だったりとかも話せるので、なんかそこが結構会話の中で生きてたのかなと思います。確かにプロレスとかもね、お客さんと、ね、一緒に見に行ったりとかもあったので、なんか男性の恐怖心とか抵抗とかあったんですか？実はですね、抵抗っていうか恋愛とかそういう行為っていうのを悪いことだっていうのを結構思っていて、家がカトリック
なんですよ。でもただ地元カナダなんですけど、まあ、結構クリスチャンの方ってすごい多くて、もう全然教会とかも通ってなかったけど、フラットな感じで、なんていうのかな、お母さんからそういう話はちょっと家ではなんかあんましないみたいな。で、友達とするのにも、あ、ちょっと下品な話はやめとこうって思うのが、実は18ぐらいまでずっと続いてたから、18以降は別に特にね、そういうのもなかったんですけど、18までの間は特に強かったのかなと思います。最初、罪悪感とか、まあ、お母さんも、まあ、別にね、あの向こうの人だし、知らないでしょ、こっちのことはっていうあのノリでした。罪悪感はなかったです。そしたら、もうちょっとこう、スーちゃんが売れていた理由について、はい、ご利用させていただきたいんですが、過去の本指名のお客さんもたくさんいらっしゃると思うんですけど、はい、スーちゃんのどこが好き、どこがいいから通ってるなどと言われたりはありましたか？まずは、プレーが えぐい。その特に変態のお客さんとか、ここまでしてくれる子いなかったよ。それが過剰サービスじゃなくて、例えばビンタとか、うん、蹴るとか、うん、結構本気でやるんで、まさか本気でやってくると思わないから、それがいいみたいと、あとはすごい楽しそうに攻めるからっていう方、プレーはそんな感じです。あの多分会話でよくお会いに来てくださってた方は、まあ、一緒にお酒が飲めて楽しい。でも私もすごい楽しかったんで、会話はとにかく楽しい。キャバクラに来てるんだっていう人もいるくらいでっていう感じですとかね。あとはあの YouTube 見てて応援してるから頑張ってねっていう感じの方もいらっしゃいましたね。じゃあ接客でスーちゃん自身が一番大切にしていたことは？実は私接客をガラッと変えてまして、 M 性関連の間、最初の前半5ヶ月ぐらいとその以降と違うんです、うんうん、でこの5ヶ月の時は、お客さんにとにかく合わせる、お客さんが何を求めてるか、うん、とにかくお客さんが居心地いい環境にするってことを徹底してました。ただそうしていったら、ちょっとね、別にそんなにすごい本指名さんが来なくなったってわけではないんだけど、 70% から 60% とかに落ちちゃった時があって、率が、うん、でこれなんか違うのかなと思って、自分をもっと出すようにしたんです。ありのままというか、結構なんていうのかな、本当にもう今みたいな感じぐらいにしたの。最初はなんか、あ、こんにちはみたいな感じでずっとやってたんだけど、それを、あ、こんにちはみたいなのに変えて、猫かぶんなくなった、うんうん、そうしたら、もうそこからはありがたいことにっていう感じ。ちょっとその、なんだろう、キャラ作りを頑張ることをやめた？そう、そう、お客さんの気持ちを考えて察するっていうことは、まずそもそも M 生活するにあたって絶対マストなことだと思うんで、まあ、それはね、常日頃思ってるけど、あの自分らしさを出す、あえて自分らしさを出して、で、お客さんが居心地いい空間っていてくれるっていう、そのぐらいかな。そしたらちょっと細かな部分をお伺いしたいんですが、はい、写メ日記、当時は結構書かれてました？めっちゃ書いてた。もうミニマム3件、もう5件はあげたいよねっていう感じ。ミニで毎日、もう休みの日も毎日必ず開けてた。その時気をつけていたこと、写メ日記で言うと、まず文章はタイトルあるじゃないですか。ここのタイトルは固定文、おはようとか、どうでもいいって思われることを書かない。ありがとうとかね。ああ、絶対書かないよ、ね。お休みとか、ね。いや、絶対書かない。あと、今日今から出勤ですとか書かない。ちょっとね、キャッチーな感じのものをつけたりとかしてましたね。で、どちらかというと、この日記を書いたところの、要約みたいなのが来るように、私はしてたイメージかな。で、本文は、まあ、ミニマムの3件のところで内訳話していくと、1件はまず自分のことを話す。その日だったら、まあ、出勤日。大体私ね、1時間ぐらいかかるところから通ってたんですけど、そこの電車の中で、今日今から出勤します、でもこれだけじゃダメで、自分が昨日の夜何してたかとか、昨日こういうなんかアニメ見てとか、この間行ったとこのこれがとか、この間来てくださったお客様がとか、そういう話、自分がらしさが出るあのことを書いてました。で、今日もお願いしますみたいな感じで1個書いて、で2個目のやつは予約投稿をしといて、プレイ日記。あの、M 生活すごい大切になってくるのは、やっぱ、お客さんどんなプレイをしてくれるかっていうのがわからないから、それをちゃんと伝えないといけない。なので、こと細かく、すごい自分が楽しかった、もう一回やりたいって思ったプレイのことを、めっちゃ細かく書けました。それは確かにデリヘルとかヘルスショップちょっと違うところだろうね、うん、デリヘルでそれやったらダメでしょ、誰とのプレーなの、そう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 、嫉妬されちゃったりとかすると思うんだけど、そうそう、むしろそこが武器になる、うん、そうそう、プレーの中話せれば話せるほどいいから、例えばじゃあ清水プレーしました、うん、その清水プレーが楽しかったら細かくバーっと書きます、うん、でもその清水のタイトルは清水びちょびちょ120分間みたいな、ハート、うん、汗みたいな、結
ッチーじゃんすごい、うん、で内容もちゃんとしてたらさ、うん、あこの子整数プレイできるんでじゃあ行こうって思うし、あとは例えばフェチ系のプレイとかだとしたら、まあ、いろんなフェチあるけど超細分化されるからネタつきないの日記の、ね、でまあ5件とかだったらそのプレイ日記が2件に増えるようなイメージ、うんうん、で、最後じゃあミニマム3件で3件目の最後で言うと体験した時に、お客様から私はもらった差し入れと一緒に自分と差し入れを取って2件くっつけてた、うん、最初にサムネに来るやつ、あと中にも1つ、うん、であとはお礼日記書かなかったんです。やっぱね1日5人とか接客してたんでその時全員に書ける自信がなくて継続できなかったら申し訳ないなって思ったから魔法の一言みたいな感じでその人の特徴でどういう感じのプレーをしたかっていうのをもちろんお客さんの見バレをしないぐらいのレベルで書いて、でその後今日どんなことが楽しかったかとか今日はじゃあどういう抱負で今日は寝るかみたいなっていうことを書いてました。そう文章でこれだけ。写真で言うと私あんまりすごい写真得意な方じゃなかったんだけど、あの目出ししてたから全身写る写真、あとはバストアップ、ちょっと顔寄り目、あと後ろから、あと衣装を変えるとか、写メ日記さ、一覧で、昔の写メ日記だとこうずらって出てくるんだけど、多分15件分ぐらいかな。ずらって出てくるの。そこの写真は絶対被らないようにしてた。衣装とか、ポージングとか。ね、ありがとう。でもすごいなんか実践的な内容、今 SNS 大事と言われておりますが、Twitter、TikTok、YouTube はいろいろありますけど、はい、それぞれこう工夫していた点ありますか？今はちょっとサボっちゃってるんですけど、現役時代は Twitter 上手い人の見て、で必ず自分の写真を上げて何かちょっと一言大喜利みたいな、でしかもそれもちょっと S 色が強いような感じのことを書くようにして上げてた記憶があるかな。 TikTok はやってないんですけど YouTube はやっていて、まあなんかでも楽しく撮影してて、でも、ね、それだけ影響のあるチャンネルだったので、もうなんか意識したことあったから、やっぱちょっとキャラクター作りとかもね、そういうのは意識したりとか、あとお客様にあまり悪く見えないようにみたいな。とか言いながら私自分の過去の動画をさるとやばいなって思うの結構いっぱいあるから、これあんまり当てにならないです。S だけど、それこそ優しい S。みたいなところの見せ方っていうのは、うんうん、その当時からすごくやっていたんじゃないのかなっていう考え方をしてました。そうだね、やっぱ急にさ来て私もさビンタしたりとかしないから、でうちのお店もそうだけどやっぱ優しいっていうところ、優しさがあってからの M 性感、うん、SM だと思うから、そこは意識してましたね。ちょっとお店のお話になるけれど、はい、M 性感と優しさみたいなところって、うんうん、実は最初ギャップを感じる人もいると思う、うんうんうん、少しなんか毛色が違うんじゃないかと思い込んでる人多いと思うんだけど、うんうん、そこの狙いというのは聞いてくれましたね。私実は最初いろんなお客様いるんだけど、実は M 星館に来る、特に私が前在籍してたお店って大体8割から9割の人が M 初心者みたいな人ばっかなのよ。 M なんだけど SM 行くのは怖くて、てか普通に甘やかされたいだけとか、ただちょっとだけいじめられたいだけなんだっていう方が、だからこう結構ライトな M の方が多いんですよ。でもこの M 星館っていうワードでやっぱいろんなお店色あるから、例えばちょっと強めのね M 星館のお店もあるわけですよ。でも優しいコンセプトのお店ってどこ探してもなくて、やっぱどこのさお店もさいいとこいっぱい取りたいじゃん。クロートの M さんにも来てほしいし初心者にも来てほしいみたいな。もちろんねクロートの方来ても満足いただけると思います。でもそこはあえてタイトルのとこを優しいで、人の受け取り方次第やんか。優しいで今までちょっときつい人にいじめられてて結構合わなかったんだよな、でもここだったら大丈夫だろうとか、クロートの人も優しいっていうことはもしかしたらプレーに愛があるんじゃないかとか、辛いプレーをしてもここに愛があるんじゃないかとかね、あとはその本当に初心者の方だよ、風俗も初めてでみたいな方も優しいっていうワードってやっぱり聞きやすいし電話もしやすいと思うんだよっていうところで、あとはこう優しい M 性感にした理由のあともう二つ目の理由が、名前がやっぱキャッチーな名前が良かったの。これが例えばね、M 星館ベルとかだったらちょっと入ってこない。ごめんな、ベルとムサだったらごめんなさい。今スズがベルだからベルって言っちゃったけど、ベルだったらちょっと入ってこないじゃん。でも、優しい M 星館って超入ってこない。普通の飲食店で言うと、俺のイタリアンとかもめっちゃ頭残るでしょ。しかも、優しい M 星館で訳して野菜M になるっていうところだったりとか、結構そういうのも考えてます。私的には、色が水色とピンクじゃないですか。うん。それがすごいなって思っていて、M 星館っていうと今まで多分黒
赤だと思うんだけど、そこで、まあ、水色とピンクを持ってきたところに、まあ、スーちゃんらしさだとか、うん、スーちゃんの接客の色みたいなのが出てきてるんだろうなっていうことをすごく感じておりました。実はですね、これ色もチョイスもライトの色が良かったんだけど、ポンクで水色とピンクなのね、実はそれもちょっとインスパイアされてる。知らなかった。そう、ここのピンクと水色が一番綺麗な対比だし、いいなって思うとこもあったから。いや、勉強になります。とんでもないです。次ちょっと多いお悩み、お客様との直接のご連絡、おー、 LINE 交換とかだよね、はいはい、DM とかなんだけど、はい、お客様からいっぱい連絡が来てしまって困ってます。返事ができなくて、できないことによってお客様離れちゃいました。そういうのに困ってる子がいるんだけど、うんうんうん、なんかそういう直接の連絡で気をつけていたことあったりします？なんか実は私、うん、まあ、自分のキャラなのかわかんないけど、お客さんから来る LINE って最低限なんだよね。気使ってくれてるんだと思う、お客さんがすごい。だからあんまりお客さんと長時間 LINE することもないし、で私も結構合理的主義というか、あんまりグダグダ LINE しててもっていうところは正直感じちゃう部分あるから、そういうケースなったケースないけどな。でも返事しないかも、スタンプとかで返しちゃってんじゃん、そういう時は。でも別にそのお客さんさ、続いても自分が後からしんどくなるだけじゃん。でもお客さんってまだ他にいるから、だからそっちに集中した方がいいと思うし、そう、できない無理を続けないって、うんうん、さっきのね、スーちゃんの俺日記じゃないけど、うんうん、共通して言える部分だからさ、うんうん、LINE はだからもうすごいね、申し訳ないけどめっちゃそっけないかも。ただその代わりレスポンスは早めにしてた。多分これ私昔からだと思うよ、結構レス早いの私。接客中とかはねさすがに無理かもしんないけど、今は別に接客してる時間とかもないから、もう余計早いし、お客さんの話で言うと自分がしんどくなっちゃうじゃん。で予約の連絡とかもその時にタイムリーにすぐ返すっていうのをした方が絶対楽だから、溜めないようにしてました。大事だと思います、うん。そしたら次、メンタルケア術についてお伺いしたいんですが、はい、お仕事をしていて、はい、今まで辛かったことどういう時でしたか？辛かったこと、結構メンタル豆腐な時期が多かったんで、もう接客行きたくないみたいな、あったら楽しいんだよ、でもおいやだ、もう今日は行きたくないですみたいにダダをこねたりとか、あとはお客さんになんか別に傷つくこととかじゃないんだけど、ちょっと気に障ること言われるみたいな、仲いい関係になってくる、どういうそういう距離って縮まってくるじゃん。でそれで若干イラってしたりとかして、それがずっとモヤモヤするみたいなのあるかな。そういう時はどうやって回復していましたか？回復は私は酒飲んで寝て、あとは趣味だよね、アニメ見たりとかプロレス見に行ったりとか、ほんと酒飲んで寝て忘れるみたいな。でも私あんまり引きずらないタイプなんで、すぐ忘れちゃうんだよね。あ、それはめちゃめちゃいいこと、うん、楽しい時の時も多いけど、イラついてる時からこう回復は早いかも、うん。それはでももともとそう、うちお母さんもそういう感じなの。じゃあ逆に嬉しい瞬間を聞きたいです。嬉しい瞬間ないということで。いや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 、多分やっぱりお客さんがまた次の会いたいって言ってその場で予約を取ってくださったりとか、次につなげる話をしてくださった時とか、あと自分も心を開いてくださった時とかはやっぱ嬉しいなって、すごい、もうありがとう開いてくれてってすごい思うかな。そしたらまとめに行きたいんですけど、はい、もう未経験の時の自分に伝えたいことありますか？未経験の時の自分に、どうにかなる、どうにかなるし、見える世界が全然違うから早く踏み込んだ方がいいよ。やってみなきゃわからない、やってみなきゃわかんないですね。いろんなね、発展が本当私はあったんで、すごい無性感の仕事を選んですごい良かったなと思ってるし、無性感というかやっぱ風俗業界に入れて良かったと思ってるから、あの時した選択は間違いじゃなかったよっていう。かっこいい、おまけにはなるんですが、はい、まあ、今お店の代表としても、はい、日々頑張ってるスーちゃんなんですけど、今後の目標聞きたいです。今後の目標ですか？はい、お店の目標としてはやっぱり五反田エリアにとどまらず、まあ、他のエリアにも出店したいなっていうところがまず一つで、自分個人の目標としては、私引退するときにすごくこれからどうしようっていう気持ちだったりとかがやっぱり焦りでも
やっぱお給料面的にもう辞めれなくなっちゃってるっていう子多分たくさんいると思うんですよ。なのでそういう子のまだ時間はかかるかもしれないですけど、こうそういう子の支援だったりとかをできるあの団体だったりとかを作るっていう方向にあの進んでいきたいなって今思ってます。まあ、スーちゃんは今風俗嬢の経験をもとに、まあ、キャリアアップというか、うん、セカンドキャリアに進んで、うん、今代表をやっているわけだけど、うん、その道って結構まだ未だなんだろう進んでる人が少ない道だったりとかして、うんうん、どうやったらそういう風になれるのかもわからないし、うんうん、興味はあるんだけど次どうやって進んだらいいかが見えてこないっていう子もたくさんいると思うから、うんうん、こうスーちゃんの目線からアドバイスできることがたくさんあるような気はしております。そうなんだよね。次どうしようって多分思う方すごい多いと思うから、特に専属でやってる方で、私もそうだし多分マリテンもそうだし、ね、絵のいろいろ動画、ね、出てくださってる方ももしかしたら思ってるかもしれないから、結構みんな辞めるときにつまずくポイントなのかなって思うから、でもやっぱそういう人たちって頑張ってきて努力しててある程度お金稼いでるってことはそれなりの実力がある、絶対普通に社会に出ても絶対問題ないから、そこがねなんか生きるところを一緒にね探していって、そう支援していきたいなと思っております。いやとてもいいお話、はい、いやなんか今後の活躍も楽しみにしております。ありがとうございます。てか、まあ、一緒にねいろいろやっていけたらとも思っておりますので、はい、これからも業界を盛り上げるぞ盛り上げるぞ今日はありがとうございました。